避難所まではこのブロックを過ぎたらすぐです。頑張りましょう。レイコさん、すみません、ちょっと休憩しましょう。もしもし、山下です。はい、そうですね、避難所まではあと少しといったところです。はい、それは電話だと思います。もし完璧しないと、このままだと不安が広がって。はい、防災無線、ダメなんですか？ FM メトロは？はい、防災用サテライトスタジオがあるんですか？はい、はい、ですが課長、わかりました。はい、ええ、電話取ります。山下さん、私避難所行くのやめます。課長、ちょっと待ってください。私サテライトスタジオに入ります。誰かが放送すべきですよね、正しい情報とか安否確認の情報とか。だからって何もお前が。だって今誰も放送していないのよ。お父さんだって知ってるでしょ。サテライトスタジオには宮田に入ってもらうよ。なんで？私がいるじゃない。なんでわざわざ宮田さんなの？それに宮田さん放送経験あるの？第一宮田さん震災区県から来るんでしょ。まだ30分以上かかるじゃない。私の方が全然近いって。玲子、父さんはね、今はみんなが助け合う時だよね。一人でも多くの助けが必要なんだよね。そうでしょ、お父さん。さっき山下さんが言ってた、今は一人でも多くの人を助けるためにもお父さんの力が必要なんだ。私ショックだった。私って自分のことしか考えてなかったんだって気づいたの。でもだから私にやれることやりたいの。私にもやれることがあるのよ、父さん。お父さん。玲子さん。課長。課長の負けっすよ。やっぱ血は争えないっすね。はじめまして、防災課の宮田恵子です。はじめまして、天海玲子です。どうぞ。お電話ではいろいろありがとうございました。いえ、私はただ課長の指示で動いていただけですから。山下さんは？私を玄関まで送り届けてくれた後、すぐに救助活動の方に。さすが課長の一番弟子。え？山下さんって課長、あ、玲子さんのお父さんが建設課にいた頃ずっと一緒にチームを組んでいたそうなんです。だからあの行動力は課長譲り。そうなんですか。実際私たちはここまでできたのも課長の指示があったからなんです。
私ノートパソコンと有線携帯電話を持ってきたので、防災課の職員として被災状況や救援体制などの公式情報を随時玲子さんにお伝えしますね。よろしくお願いします。玲子さんの声、玲子さんのお母様や弟さんにも届くといいですね。もしもし。もしもし、お父さん。龍一。龍一なのか。お母さん通じた。お父さんに通じたよ。龍一、無事なのか。怪我はしてないか。お母さん、お母さんも無事なのか。お父さん、お母さん、お母さん手首怪我しちゃって。龍一、電話、お父さんと。もしもし、あなた。美佐子、大丈夫か。あなた大丈夫なんだろ。龍一を、龍一を。よし、分かった。必ず助ける。お願い、今すぐ助けに行くから、龍一を支えて待っててくれ。すぐ行くからな。ちょっと龍一と代わってくれ。お父さん。あ、龍一、今すぐ助けに行くから、母さんを守っててくれ。だけどメガネ、メガネなくしちゃったし。お父さん、どうしよう、どうしよう。龍一、お父さんがあげたリュック今そこに持ってるか。持ってるけど。あ、じゃあリュックの横のポケット開けてごらん。リュック？龍一、メガネケースだ。やった、見える。これで勇気100倍だろ。うん。龍一。何？地震にあった時の10箇条覚えてるか。うん、なんとなく。よし、じゃあお父さんが先に言うから、続けて後から言ってごらん。地震が起きたらまず避難。地震が起きたらまず避難。明かりをつけろ、懐中電灯。明かりをつけろ、懐中電灯。忘れちゃダメだぞ、ラジオに携帯ホイッスル。忘れちゃダメだぞ、ラジオに携帯ホイッスル。